こんにちは、今回はですね、珍しくこういう風にね、タープの中にテントを入れてみました。本当はね、もっと長いタープであれば、もっと余裕があって入れられるんですけども、いかんせんね、3メートル、3メートルぐらいだったかな、それぐらいの大きさしかないので、まあちょっと窮屈な感じではあるんですが、まあ今日はね、これで行ってみようかなと思います。これね、あれですよ、前回おじキャンで、三脚1000円で譲ってもらった椅子です。まあ、今日はですね、いつもと同じ小鳥の森キャンプ場というところで、山口県山口市にあるキャンプ場なんですけども、今日はね、寒空です。平日なこともあって寒空なんですが、まあ、最近はですね、平日でもちらほらお客さんがいる時があるので、今日はね、結構いい日に来たんじゃないかなと思います。で、最近動画でですね、ウィンドスクリーンは必要なのかっていう動画を出したんですけれども、これがね、その時使ってたウィンドスクリーンです。2、4、6、8、9枚、9枚ありまして、こんな感じでね、やろうと思えば、周りを囲うことができます。で、本当にね、あの動画見ていただいた方はよくわかると思うんですが、外だとね、沸騰しない時って本当沸騰しないです。沸騰しないので、やっぱりね、これはね、あった方がいいなと思います。コメントでもですね、ちょっといただいてたんですが、100均のダイソーにもね、最近このウィンドスクリーン、ちょっと大きいやつがあるらしいです。あるらしいんですが、なんかね、青いフィルム、アルミなんでここにフィルムが貼ってあることが結構あるんですが、そのフィルムがなかなか剥がれないみたいな、苦情じゃないですけど、なんかそんな声をいただきました。まあ、100均で買ってもですね、多分300円ぐらいはするんだと思うので、で、これもね、確か僕が買った時は350円とかそんなもんだったんですよ。なので、Amazon のプライム会員とかであれば、送料無料できますんで、Amazon で選ぶっていうのもいいんじゃないかなと思います。ちなみにうちの近所ではですね、このタイプのウィンドスクリーンは全く売ってませんでした。全く売ってないので、結局その近くで買えれば近くで買うんですが、どうしてもね、 Amazon で買うというようなことになりました。だいぶですね、過ごしやすい季節になってきたので、春はね、もうすぐそこだなという感じです。今日もね、昼間は暖かいので、もうね、上着を着てない状態なんですが、まあまあ今日はね、一人ですからのんびりやりましょう。あとですね、雨降った時に、タープがないとキャンプができないので、だいぶ前に買ったんですが、これ、ただね、3メートル、3メートルだったと思うので、3メートル、3メートルかな、多分まあそんぐらいでしょう、まあ正方形のタープなんですが、ちょっとね、なかなかうまく貼れなくて、この真ん中の辺がね、ちょっと緩んできちゃうんですよ。なので、この辺にね、もう一個止めるところがあればだいぶ快適なのになと思ったりします。どうしてもこう落ちてきちゃうんで、こう頭にポツンって当たったりしますね。で、あと雨の時に困るので、やっぱりね、もうちょっと大きめのタープ、まあ5メートルぐらい、撮影もあるのでですね、5メートルぐらいあれば、カメラも濡れずに済むし、雨の中でもキャンプできていいのかなと思ったりします。まあ、これもね、今それっぽい感じに立ってるんですが、絶対こう雨が入ってきちゃうんで、まあ、その辺がね、風向きとかでどうかですよね。風が強い。あとですね、今日はね、カメラの設定なんですが、カメラのね、設定をね、ピクチャープロファイルっていう、あらかじめですね、設定された、画像の質感というか、そういうのがあってですね、このカメラには10種類それが備わってるんですが、それのね、1つで撮ってます。ちょっとね、いつもと色合いが違うかもしれないんですが、今日はね、ちょっとテストも兼ねて撮ってます。今日はですね、パスタを作ろうと思うんですけども、
ちっちゃいねお湯を沸かすポットみたいなやつ、それ忘れちゃいました。で忘れちゃったのでしょうがないんでですね、この、スケーターの鍋ですよね、これで作りましょうか。こっち側が、お湯を沸かす方で、こっち側がソースを作る方。わ、狭な、いけそうですね、なんとかいけそう。なのでまあこんな感じで、ウィンドスクリーンを立ててやりましょうか。じゃまずはお湯を作るところからです。まだいけそうだな。そういえばね、この水なんですが、皆さんねキャンプ場行った時とかどうしてますかね。水、僕はね結構買ったりすることが多いんですけども、ミネラルウォーターとかですね買ったりすることが結構多いです。まあ水ぐらいね水道ひねったら出てくるじゃんって思いがちなんですけども、キャンプ場によってはですね飲めない水とか結構あったりするんですよ。なので、まあ、水をね買っていった方が安全だったりするので、結構買うことが多いです。でここのキャンプ場はですね、水をね山から引いてます。川が流れてましてそこから引いてるんですけども、まあ沸騰させれば多分大丈夫だろうけど、まああんまりおすすめはしないよっていうような感じだった気がするので、使うんだけど、まあできればですね水もそうですね、できればスーパーとかで買った方が安全なのかなと思ったりはします。まあね水はね備蓄しとけばいざという時にも役立ちますし、買っておくのもねいいんじゃないでしょうか。よいしょ。このねウィンドスクリーンの弱点っていうか風でね飛ぶんですよ結構。なのでなんかちょっと改良しないとなと思いながらそのままなんですが、重りが欲しいですよねやっぱり。重りが欲しいんでこの辺に今度重りとかつけてみましょう。釣りとかする時のね重りで十分だと思うんで、この辺にね今度やってみましょう。重り作戦。さあ沸騰しましたので、朝行きたいんですが、ちょっとねこれはこのまんま置いときます。今日はね明太子パスタなんで難しいことはね全然ないです。難しいことは全然なくて、まあ、言ってしまえばですね具材を混ぜたらもう完成というぐらいの料理なんですが、まずはねバター多めが好きなんで、2つ入れます。もうすぐできてしまうんで、生クリーム入れたらですね、からし明太子、もうからし明太子の分量はですねお好きなだけっていう感じです。まあ多めが好きであれば多く入れてもいいし、まあ、ちょっと塩分かなという方はちょっと少なめにしてもいいんじゃないでしょうか。ほぐしてね入れるといいんでしょうけど、まあ、ほぐすのもね結構手が汚れちゃいますし、こういうキャンプにはね向いてないと思うので、もうこのままドバッと入れた方が僕は早くていいんじゃないかなと思います。
きましたんで食べていきましょう。すごいね、基本的なね、あの明太子クリームパスタの作り方なんですけど、このねシンプルさが美味しい。じゃあついでにビールもいただきます。もうね、入ってるのはですね、生クリームとからし明太子と胡椒、あとパスタだけなんですけど、このねシンプルさがね、おつまみにはちょうどいいんですよ。今日ね、あの漫画を借りてこようかなと思ったんですけど、ちょっと時間がなくてね、借りれなかったんですが、こういうとこでね、こういうの食べながら、景色見て漫画読むっていうのはね、いいですね。そういう時間をちょっと作りたいなと最近思います。まだ帰らない。ああ、ずっとスタートしてる。ああ。